2013年10月21日、月曜シャンソンコンサート終わりの青ひげニュースです。ネロです。どうも、まさこです。はい、もう今日ね、とかまさこはフラフラなのいつもですけれども、慣れっぱなしに慣れてるんです。はい、私もね、結構ね、もうね、これ5杯ぐらい飲んでてね。ジュース？何言ってん、ジュースじゃないですよ、これ。あのね、月曜シャンソンコンサートに来たらですね、どうぞね、バーでね、ネロって言ってください。ネロっていうね、お酒ありますんで、もうね、これ強いのよ。甘くてストロング。これがネロ流。いや、甘いの？甘いですよ、甘くてストロング。もうね、酔わせちゃうぞ。はい、あ、なんかおつまみ来ました、おつまみ。自分で買ったんだ。あ、自分で買った。今日どなたが買った？そういうわけででしてね、青いヘアニュース、現在ですね、悪女について編ということでですね、まあ、悪女に悪女のこと聞くっていうね、まあ、そういう風な話になってるわけなんですけど、いやいや、もう心から面白いと思った時じゃないと叩かない人なんで、別にこれやらせじゃないですからね、全然ね、もう面白いと思った時に手叩いていただければね、構わない。大丈夫ですか？何落としてる？そういうわけでですね、悪女について編ということでですね、悪女って一体何だろうっていうね、ところをですね、ちょっと掘り下げでね、いろいろちょっと2人でね、こねくり回していこうじゃないかということで、第1発目はね、まあ、安倍沙汰事件とか、まあ、そういうふうなことでですね、まあ、戸川も歌ってる、歌でですね、もう定恨み節とかございます。愛しているから切りました。そうなんですね。愛しているから食べました。食べてください。そういうわけでですね、沙汰そうなんですよ、沙汰さん、安倍沙汰さんのね、まあ、経歴を振り返りつつね、じゃあそれって一体何なんだろうっていう部分に、まあ、小説に書いてあったから思い出がとってもあるのよ。そうなんですね、まあ、そういうわけでですね、ぜひね、第1回目も見てください。今回ね、第2回目なんですね。そういうわけでございましてね、まあ本当にね、まあ、安倍沙汰さんの、幼少期とかですね、まあ、少女期なんかを前回触れまして、少女期とかさ、そんな変貌をするというか、この人の場合っていうのは結構小さい時からそういうところがあったね。ああ、なるほどね、うん、でも、まあ、前回ね、言った話題の中で、まあ、少女とかね、処女性なんていうのには、まあ、昔ってそうじゃないですか、処女じゃないともう嫁に行けないとかさ。だから嫁に行けなかったの。あなたですか？私も処女だったの。は？どこの口がそんなこと、いやいやいや、言うんですか、本当に。何が処女ですか、本当に。だって二十歳過ぎで、処女の時もあったってことですね。だって今だって二十歳過ぎに処女っていないよ。でもね、いや最近ね、聞くとね、いらっしゃる場合もあるんですよね。そう？いやでもそれケースバイケースですから、やっぱり人それぞれね、いろいろそんな、いくつだからね、どうのこうのなんていうのは、まあいろいろありますよね、うん、まあ要するに長田さん、まあ少女期にそういうふうな意味でね、いろいろと、まあ、大学生のね、まあ、幼なじみだったりなんだったりする人の手ほどきを受けてですね、まあ、その少女を失ってしまい、そこからですね、おさらさん、男との交際をね繰り返し続け、見かねた父と兄、ね、にこう言われるわけですよ、まあ、そんなにね男が好きなんだったらね、なんで芸者になる、うん、まあそれだったら、まあ、それでね、生きてった方がいいんじゃないかね、だってまあこれ天職、まあ、天才ですよね、要するに。天才じゃないですよ。でも天才じゃないですか、だって好きなんだから。だからもともとの天職ですね。天職よ。天職じゃ、天性。だから要するにそういうふうな、非常にそこだけがなんか発達してるというか、やっぱこれがね、非常に不思議なんだけど、ね、環境なのか、うん、もともと本当にそういう風なのが好きな女なのか、これ非常に難しいところなんだよね。でもさ、これ自分のね、まあ、才能って、まあ、人それぞれ皆様で、才能とは言わないよ。
何ですか。だって天え才何何の才能。だって好きなんでしょ。好きこそものの上手なれっていうわけだから。それは天才とあ才能じゃない。だ天性でもなん、うん、あの天が与えた佐賀でしょ。いやいや佐賀だけどそれは肉体的なもんだよ。どう意味がするのかわかんない。だから頭じゃなくて。頭でそういう 体質に生まれちまった。もうでもさ、それってでも体質って、例えばですよ、例えばね、絵を描くのが好きな少年だったとかね、あの要するに体質じゃないでしょ。いやいや体質じゃないですか、そういうのだって全部。いや体質は言わないね。え、例えばですよ、なんか虫を観察するのがね、あの好きな子供だったとか、なんとかのね子供だったっていう、そういうのっていうのは、あの要するにあの天性っていうもんじゃないですか。天性、うん、天性、天の与えた佐賀ですよ、人間の佐賀。まあ佐賀だね。佐賀才能じゃない、ね、でもだってそれは才能開花するか開花しないかのさ問題であって、あの佐賀でしょ。いやだからさ、蝶々取りはいいよね、蝶々取りは蝶々取りなんだけれども、長田さんの場合っていうのはそういうことが非常に好きな、そういう体質的にもそういうふうに体の構造ができてたし、環境もそういうことだし、相まったんだと思う。どうしたら、まあ、でもそれっていうのは運命の流れっていう。いや 運命ってまあそうよ、そういうその環境だからね、うんうん、だからそういう運命であの自然的に開花されて、うん、だから長田さんが私みたいな環境に生まれても開花しなかったと思う。ああ、まあ二十歳過ぎまでね、うん、おぼこで。うるさいよ。まあそうですよね、やっぱり長田さんなんで、少女時代からやっぱりそういう風な経験に触れてますからね。経験っていうか、その芸者とか、うん、何そういうところにいたわけでしょ。うん、でね、17歳の時にですよ、見かねた父と兄にね、だそうやって、まあ、そんなに男が好きならね、芸者になってしまえと言って売られちゃうんですよ、世間に、世間に売られちゃう。だからそういう風にお父さんもお兄ちゃんも相当好きだったんでしょうね。でもこれってある意味ね、話を変えて言えばね、要するにエリート特待生ですよ。そんなに勉強好きなんだったらね、あの大学飛び級で行っちゃえみたいな、そういう世界でしょ要するに、ね、そう、それがたまたまこっから上じゃなくて、こっからなんかね、うん、でもそれは人間の才能ですからね、そういう風な才能がある人だってね、もちろんいらっしゃいますから、うん、いやだから才能っていう、だからつまりそのだからこれがちょっと難しいね、うん、つまり男を喜ばせる才能だったのか、自分が好きでね、なるほどね、うんうん、それはね、でもそれって本当あれですよね、あの例えばね、あのアーティストでもそうだし、何でもそうだし、プロっていうのとアマチュアっていうのも世界のやっぱりこの境界線だと思うんですよね。自分が楽しむのが好きなのかね、人を楽しませるのが好きなのか、これ同じ一つのね、例えばね、タカちゃんだってね、カメラもそうだし、あのピアノだってそうだろうけれども、そこはありますよね。自分が楽しくてね、あの弾くのはもちろんそうなんだけれども、それが講じて人を楽しませる才能、あ、それが講じてじゃないでしょ。どういうことですか。じゃあ自分がそういうことが好きで、それが高じて人を喜ばせるっていうふうなことにはならない。全然別の問題だと思う。ああ、深いですね、うん。どういう問題なんですか。だから人を喜ばせるっていうことは、うん、自分が好きでそういうふうな欲望を満たしたいっていうことと、要するに男を喜ばせるってことはある種サービスだからね。まあそうでしょうね。だからまさにプロとアマチュアっていうか、なんかそれありますよね。だから今だって皆さんが聞いてらっしゃる方あるかもしれない。だから要するにもうなんか知らないけど、何年もその夫婦だったり、それから夫婦じゃなくてもそういうことをずっと、そういう同じ人とそういうような営みをしてる人っていうのはいいかね。いやだ、つまりこの長田さんっていう人もこの切った男との相性がすごく良かった。
ただただ内緒ね、はい、ただただ内緒も良かったし、だからやっぱりそういうこと自体が好きだったわけ。これが本当に今ってなんかほとんど男は疲れてる、うんうんうん、んだから疲れてる男にこう長田さんが一緒になったら本当にもうね地獄だよ男は。まあ疲れ果て、まあ要するにね、なんていうんですか、こうまあ性をね吸いつつね、まあミツバチみたいなもんですからね。いやだから、ね、あんたなんかさ、うん、ねカメラの最近しょっちゅういじられてますね、高橋さんね、うん、いやだって今一人しかいないんだもん、あんたの、うん、男は、うん、ね、いないの。はい、そうそうそう、高橋ちゃんはやっぱりやっぱり疲れてるとそういう気にならないんだよな。うーんちょっとうなずいてしょ。まあ、それはでもそうじゃないですか。だからにもかかわらずこの人は本当にね疲れを知らない女だったの、佐藤は。でもじゃあ先生聞きたいんですけど、疲れてる時に先生そういう気あるんですか。女だよ私。いや女だから、女ってみんなそういうもんなんですか。そういう風にあるんですか。やだね、そんな気になんない。だって別に男も女も関係ないじゃないですか。いやだけどそうやって夫婦とか一緒になんかほら、うん、とこを一緒にしてたりなんかすると、うん、男はなんか一日のなんか作業作業っていうか仕事で疲れ果てて、うん、妻が疲れてない場合っていうのはやっぱりなんかそういうことっていうのを、そういう欲望っていうのを、うん、溜めて亭主にするよ、夜じゃない、うん、うんざりするみたいよ。まあそれはね、だって仕事でねお疲れになってる方もねいらっしゃいますからね。ただね、その今話の中でね、ここで非常にね興味深いんですよね。その芸妓に売られちゃったね、おさださん、特筆したね、まあ芸妓さんって言ってもね、こうやって芸を本当にする方もいれば、そういう風にお座敷ね、そういうの枕芸術。そうそう枕芸術。それで特筆したね、なかなかこういうふうないろんな三味線だったりなんだったりっていう芸のがね、お持ちじゃなかったね、この長田さんっていうのはね、芸や座敷にね出ると、まあ客にね、まあ三味線も弾けないんだったらちょっと寝るかと、いうようなことでね成功を強いられることも多かったというか、まあほとんどそうだったみたいな。そうみたい。うん、でもねこれ今のね話じゃないですけれども、やっぱりだって芸妓さんになってね、一日何回も枕をねやるっていうのって、芸者っていうのは芸だからね。いやだからそういうこの人はそう、うん、そういうことじゃなくて枕になっちゃったでしょ、うん、枕芸者っていうのはそのね、だからまあこの人はそう自分の特質得意分野を要するに売ったわけだからいいんじゃない。いやそうなんですけどね、だって今先生言ったみたいね、一日ねそんな1回とかね2回だったらねまだねいいですよ。だってそれは女がねそうやって性欲強いとかそういう風な話じゃなくて、だってこれ今仕事にしてるわけですからね、長田さん。うん、でも OK なのよ。 OK なんですか、それ疲れないんですか。だってだってほら、だからこの人もやっぱり私は思うに、この人っていうのはそのキッタンっていうそのねキッタンちんぎりちゃんの男に会うまでっていうのは適当だったと思う。だから「はいよ」って言って、おさださんっておさだだったらその時なんていう名前だったか知らないけど、呼ばれると「はいよ」って言って、だからそんなんもいいね。でもさ、その僕ね、まあ男性の観点からね、さっきあなたなんか女性の観点から男のこと言ってましたんでちょっと聞きたいんですけれども、だってさ男性の観点から言ったって一日ね何回もさ、そんなさ女性だって大変じゃない。だって昔のパンパンさんだってなんだって何だと思ってんのよ。それ女性的にはどうなんですか。そういう苦にならないもんね。あ全然、あ苦にならないんですか。なんないどうだってのに。すご
ごいですね、本当に。まあ、経験者は語るとしか。経験者は語るじゃなくて。経験者です。わ、なんかもう、あの、この目はもう、だって完全に座った目で、もう何も僕言えませんでしたからね。だってお商売ですよ。お商売ですし、ね、だってさ、3、4人、5人、6人ってみんなだってそうしないと生活が成り立たないんですよ。でもね、これね、不思議な話で、ね、あのこうやって芸妓さんっていう風な女性の方がそういう風なあのご商売なさることってあると思うんですけれども、なかなか男性のね、そういう風なあの芸妓さんみたいなのが育たないっていうのとここにあるわけですよ。だって男性なんてさ、ね、本当にまあせいぜいどんな強者でもね、頑張って頑張って1日ね、2、3回がいいとこじゃないですか。それは違うって、生理が違うの。いやだから違うんですよ、だから成り立たないわけでしょ。でも成り立たない、男が本気になってそういうふうなことしちゃうじゃん。でも本当にあの何あのすごい何そういうの商売にしてる男の人っていうのは、そういうことっていうのはもう何回もできるの。そんな方いるんですか。あなた本気になっちゃうから。すごいです。そういう方知ってらっしゃる。だって普通の商売の男ってそうよ。いくらでも我慢する。ああ、そうですね。女性だけこうたあの向こうに旅立たせて、あの自分は我慢。旅立たせてるっていうか、まあね。さすがですね、先生も本当にまあ。まあもう夜のね奥の奥まで知ってらっしゃって、もうあの深すぎちゃってね、ちょっとね、もうなるほどね。もうというかですね、あの全然おさださんの話が全然進展してないんですけれども、あのこちらの話が深すぎちゃって、これはもうちょっとシリーズで何回続くかわからないところまで来ちゃってるんですけれども、でもね、あのこういったやっぱりあの話っていうのもね、まああの一つこれでもね、やっぱり神秘ですから、一つの男と女っていうのの、まあなんていうのかな、関係、いろんなものをね組み合わせて、こうやってあの悪女だったり何だったりっていうのを本質に迫っていければなと思ってるこのシリーズでございますんで、だまあ悪女っていうのは悪女じゃない、でもっていうか悪女っていうか人間ですね、悪じゃないの、うん、たださ、結果的にもうチンチン切ったっていうことで悪女されてるわけ、うん、でもそれ恋しい恋しい、あの切ったっていうことで大阪さんはじゃあ何もかも全部自分のものにしたかったらそうでしょ。なるほどね。まあでもこういったですね、本当にまあ人間トークですね、これをですね、まあ悪女について編ではですね、まあ誰もなかなかこんな話しないでしょね。え、これ見たことある、こんな話ないでしょ本当に。そうだね。そうですよ、しかも親子でやってたからね、これね。ありえない、本当にもう。そういうわけでございます。まあね、ベンベンベンというわけでですね、あんた義太夫じゃないですか。いやもう義太夫みたいな、もう義太夫みたいなもんですよ、私はね。ベン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 、もうだってあんたね、もうここはあの無声の話までねさせられてね、もう本当にもう本当に私も義太夫になりきらないとね、もう本当に親の因果がここに向くい。私だったら学校に行けなくなっちゃう。本当ですよね、もう本当に皆さん分かってますか、これ僕やらされてるんですからね。え、あ、僕はやってます、はい。はい、そういうわけです、ぜひね、このアクションについて、まあ本当に人間という意味でね、あもう本当にね、要するにそういう性欲っていうのは人間にもうどうにもならない。まあいいです、もうもうよく分かってないんで、まあはい、いいです、はい、そういうわけでございます、人間の本質に迫っていくこの青部屋ニュース、ぜひね、この悪女について編、ちょっとですね、もう本当にあの深い話になりそうです。ぜひ、皆様、今後ともお付き合いください、次週もまた見てね、よろしく。